もうめちゃくちゃやんこれ、やばいこれ、もう押しすぎ押しすぎ、ちょっと待って抜けたいんだけど。はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。前回の動画がボロボロで負けまくったからめっちゃ悔しかったんだよね。だから今日はせめていっぱい勝ちたい願望、ただの俺の願望だけど、いっぱい勝ちたい。めっちゃ調子がいい時は100ぐらいポンって増えるんだけど、一番左のアバター可愛くない？なんかキリンメッツコーラだって変わってる。俺もちょっとあんな感じのアバターにしよっかな。それともこのまんまの方がいいかな、ピオキングっていう感じ。さてこれはまず右に行くか、右に行ってよし上に行こうか、上に行ってこのままゴールであればいいけど、やった幸先いいなこれ、今日幸先いいかもしれない。もしかしたらね最近あった5連勝のようにうまくいくかな。まあねそんなことはないと思うけど、せめてね前回までのレートを取り戻すように頑張っていきたいと思います。最近ね一番レートがね上なことが多いんだよね。やっぱこの辺のクラスになってくると4600台とかあんまりいないのかな。これはマリオ譲らないな、この場所譲ってくれないな。え、うまい今の。さてこれは上に行けってことか。あ、俺が取る俺が取ると思ったら、待ってこれ危ない危ない、あはははこれはやっぱ最初右に土管に入らなくちゃいけないのかな、多分そうっぽいよね。やっぱ土管に入るかで、多分ねきっと俺以外みんなゴールするんだろう、分かってる、そんなの分かってる。でこのまま上に行きたいけど行けなかった。よし上になんかゴールとかないの、上になんかゴールとかないの。こっからはいけないな、多分この辺から鍵がある。なるほど、あの鍵を取っていけってこと。ちょっと待ってね、じゃあ鍵を取っていくんだけど、鍵のドアがどこにあるかわかんないからな。でこれ右に行けってことか、オッケー。そしてなるほど、この鍵の取ればいいの、そして右でどこに行けばいいんだ。でジャンプで左に行く、左に鍵のドアとかあるのかな、なさそうだな。あったあった一個あったぞ、鍵穴が。これでどこに行くんだろう、ゴールであればいいけど。よしこのまま行きましょう、で右に行く、よし来た、マリオ来るんだ、マリオよ待っててあげるから。オッケー、今ちょっとね取られそうになったけど兄弟でゴールできました。2連勝今日調子いいかもしれない。前回の動画があんまりね調子良くなかっただけに、今回は調子良くできるかな。そういえばねちょっと最近自分のね動画の最初の方を見てたんだけど、なんかあまりにもね言葉遣いが汚くて自分でね見ていてあんまりね気持ちのいい動画じゃないなってね思うんだよね。最初の方の動画って気持ち的にはもうほんと消したいぐらいあるんだよねでもまあそんなのも一応昔のピオキングっていうことで残しておいてるけど、もうほんとね気持ち的には消したい。まあ消さないけど。さてこれはどういう感じなんだろう。あ、わかったわかった、これボールが出てくるんだきっと、ファイヤーボールが。そこにいたら出てこないよ皆さん、そこにいたら出てこないよマリオ、そこにいたら出てこないよ。協力しましょう、いやほんとですよマリオ、俺も送ろう、協力しましょうマリオ。え、マジでマリオ、ちょっとどうかしてくんないマリオ、これいけないかな、押してない、俺を押してくれ、誰か押してくれマリオ、え、こんなに害悪な人いる、最悪じゃんこれ。よしみんなで頑張ろうぜ、オッケー来た、ルイージ頑張って取ってきてくれ、オッケーいいね。そしてでもルイージどうやって戻ってくるんだこれ、ルイージ戻ってこれないよねルイージ戻ってこれんくないこれ、待ってこの人何なの、てか
ルイージはどうかして戻ってこれないのかな。あ、ルイージ、それがルイージ。よし、オッケー。そして、あ、俺にちょうだい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 。よし、オッケー。なるほど、これ難しいな、バトルっぽくないぞこれ。マリオが言った、オッケー、来た。これ俺の出番じゃないか、ピオキング。よし、このままゴールまで行けたらいいなと思ったけど、これは無理だ、これは無理だ。よし、あ、惜しい惜しい。ここにいたらダメだな。これ取ったもん勝ちだよね。よし、誰だ、次にゴールするのは誰だい。マリオ以外だったら俺はいいぞ。これめちゃくちゃだ、これ本当に。いや、これダメでしょ。待って、俺がどれか分かんなくなってきてる。もうめちゃくちゃやんこれ、やばい、これもう押しすぎ押しすぎ。ちょっと待って、抜けたいんだけど。よし、オッケー。誰取ったの、誰取ったの、誰これ取ったの。やばいからこれ。よし、待って待って、俺左に行った、やばい、俺左行って、俺一番右にいる、やばいやばいやばい。ちょ待って、マジで協力しよう、これ。うわ、ひどい、このコース。よし、オッケー。待って待って待って、誰だ、マリオ、お前は、お前はダメだぞ、お前はダメだマリオ、お前はダメなんだ。オッケー、来た、オッケー。このまま右に走っていきましょう、ピオキング。オッケー。でもここで中間ポイントってことはまだだよね、ゴール。あ、待って、これ危ない危ない。よし、で開けておいて、オッケー。でこのまま右行く。待って、これ右にゴールあるんじゃないの。くっそー、やばい、この負け方はね、悔しいな。いやー、今の負け方はほんと悔しい。まあみんなゴールできたからいいけど、マイナス1しか減ってないしね。てか、何なのあのマリオ、ああいう人もいるんだね、害悪プレイヤーっていうのかな、はいるって聞いてたけど、あんな感じで邪魔される人はね、初めて見たかもしんない。いや、今までは無差別に殺しに来るとかそんな感じの人はいたんだけど、あんな感じでコースをプレイさせてくんないっていうのかな、そんな人がいたらなんか悲しいよね。よし、でジャンプ、ジャンプのこれは青いリフトに乗っておかないとまずいな。オッケー。でジャンプのジャンプか。よし、オッケー。なるほど、ここで枯葉が出てくるのか。でも取れないな、枯葉なしで行きましょう。これは右側の人が行かないと俺行けないぞ。よし、オッケー。でこれはどうしよう、バネに登りたいところだけど、あはははくっそー、バネに登ったところで俺やられちゃったよ。俺だけかな。お、誰かギブアップしたぞ。よし、それじゃあ行きますか。さっきのこの羽を取っていこうか。よし、オッケー。これがあったら100人力だぞ。なんかみんな俺以外行ってるね、うまいな、みんな、さすがだみんな。オッケー。で中間ポイント、オッケー。そしてジャンプ、危ない危ない危ない。よし、このコースは俺がもらうぜ。ジャンプ、そしてここも、俺こういうのはあんまりね苦手じゃないんだけど、オッケー。あー、危ない。よし、勝った、ゴール。よし。そういえばね、今ニムニムさんってルイージで出てたんだけど、この前コース提供をしてくれたニムニムさんでいいのかな。まあんまり同じような名前の人っていないから、そうだったらすごいよね。いっぱいの人がいる中で
そのコース提供してくれた人と戦えるなんてなかなかないよね。ほら、2M2M0905 って書いてるでしょ。この方はね、この前コース提供してくれたんだよね。さて、それじゃあ続きやっていきましょう。今日の勝率はめちゃくちゃいい流れにね、乗りまくってるピヨキングですが、このまんまね、ちょっと流れに乗って4700までぜひ行きたいところですね。それじゃあ早速次のステージ行きましょう。さて、このステージは透明度感が上と下に2つずつあるけど、どれか取りたい、どれか欲しい、俺は鈴が欲しい。オッケー、俺は上から行きますか。それだったら上から行って、キノピオかわいそうだな。よし、これ俺が当たりの方か、もしかして。オッケーで上に行く。ドアに入って、危ない危ないな、これで。このまま右に行った方がいい。右に行ってみようか。おっと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 、危ない。このまま走っていくか。左は誰も来てないもんな。あ、危ねえ。よし、そして誰も来てないもんな。これゴールっぽくない、なんか雰囲気的にめっちゃゴールっぽいんだけど。オッケー、皆さん、あ、待って待って、あ、待って、危ない。お、今止まったよね、キノピコ。よかった、キノピコ今多分俺がおるって思ってブレーキかけてくれたんだ。優しいな、やっぱり。いや、今のキノピコじゃなかったらもしかしたらね、取られてたかもしんない、ゴールが。いや、ああいう人とね出会えて本当嬉しいと思います。次勝てば4700台に行けるんだけど、今日のピヨキングだったらもしかしたらいけるかも。さて、スピードランって書いてたから、ここはねスピードランっぽくはないけど、よし、あ、そういうことか、なるほど。待って、オートスクロールかってことは、よし、待って、これは、よし、オッケーで、ジャンプ、あははは、やばい、あのキノピオはうまそうだな。やっぱりか、涼介さん負けました。まさかオートスクロールで来るとか思わなかったから難しいな。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。もしかしたらラストバトル勝つことができたら4700台突破できるかもしれません。4681だったっけ。だからあとね19増えれば4700台に行けるんだよね。あ、待って、3人だったら19はもらえないぞ。あー、来た、4人来ました。一番左がやばい。唐揚げかな、あれ。初めて見たぞ、あんなアバター。あんなアバターあるんだね、ご当地アバターみたいな感じかな。さて、クッパをすべて倒して、1体か、1体倒してゴールか。了解です。よし、それじゃあマリオ行きますか。マリオ俺と一緒に行こうじゃないか。あ、待って、危ない。あ、よし、オッケー、待って待ってくれマリオ、俺は、なるほど、これはね先にファイヤーボールを取っておいた方がいいかもしんない。あ、取れない、取れないのか、なるほど。あと1回ジュニアを倒せばいいだけでしょ。踏んだもん勝ちだこれ。ここだ、あー、惜しい。マリオが行ったか。俺めっちゃマリオの手助けしたんだけど、マリオにヨッシー乗せてやったりさ、なんだこれ。はい、それじゃあ今日はね4700台まで行けなかったけど、まあレート的にはね前回よりも増えたし、今日だけで言えば結構増えたから、よしとしましょう、ピオキング、よしとしましょう。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。それじゃあまたね。